はい、 PS レーザーです。 SRC174P 次は、チェイスのステップを追加する方法です。先ほどバンク01のシーンの1と3番をチェイスの1番に登録しました。再生順番はバンク01のシーンの1番そして3番です。はい、今回追加となっておりますので1番、2番、3番、バンク01の2番を、1番と3番の間にもう一度入れてみましょう。ではやってみます。まずプログラムを長押しします。ブレイクアウトを押します。はい、チェイスの1番を選択してタップスイッチを押します。そうしますとステップ002と出ます。これは、2つ登録されていることを意味します。バンク01のシーンの1番と3番を先ほど登録したという意味です。ではこの、001の後にシーンの2番を登録してみましょう。このアップダウンボタンで今1番に001に変更しました。確定の場合はレコードボタンを押してください。その後、バンクの01になっていることを確認して登録したいシーンを選びます。2番です。そしてレコードをします。はい、そうしますとこちらで、追加登録が完了しております。例えばこの場合、間に今バンクの01でしたけども、例えばバンクの02の、シーンの6番を間に追加したい、バンクの10番のシーンの8番を追加したいなど、様々なことがこの、ステップの追加で行うことができます。